皆さん、はじめまして。今年最初のデニオンプレイスオフィシャルビデオは、新春ジャイアントシリーズ1月15日、大阪クイズ大会館という形で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき映ってたんですけども、兵庫県南部地震という形があって、大変な声があったんですけども。そうですね、はい、思った、ね、神戸からもね、はい、本当にバイクに乗ってきてくれたとかね、そういう人たちがいましたんでね、本当に非常に嬉しかったですね。岡山でチケット買って来れなかったという人たちもたくさんおられたそうなんで、そうですね、はい、そういう人たちにはこのビデオが配られるという形で、はい、はい、というわけで、まず、最初の試合は田上明選手対トミードリーマーの試合という形でお願いします。ドリーマー選手は来日されていかがだったんでしょうか。ねえ、はい、アメリカではもう割合にいい選手だよというその、はい、ことで日本へ送ってきたんですけどもね、もうアメリカでいい選手と言ってもこの程度ですよね、はい、ですからね、その、なんていうかアメリカの質が落ちたと言いますかね、日本の質が高くなったと言いますかね、はい、でも日本とアメリカでもバランスが悪くなりましたよね、はい、ですからアメリカの選手をどんどん日本でこの鍛えていかないと、新しい選手というのはなかなかその、はい、できてこないような状態ですよね。坊さん、私は坊さんの時代はアメリカに行って本場で修行して帰ってきてという形だったんですけど、今は逆に日本に修行するという形に変わってしまったんですね。そうですね、こうやってドリーマーもね、非常に、まあ、一つ一つそのやることはね、はい、やるんですけども、みんな真似なんですよね、はい、人のものを見てその覚えたというだけのことでね、だから今飛び蹴りにしても何にしてもそんな魅力のあるもんじゃないんですよね。ですからまだ何年かかかるでしょうね、はい、一人前になるには。今回はこういった形で大阪の会場で、田上選手と一騎打ちという形では一応期待されてリングに上がって、まあ、どのファイトを示してくれるかという形だったんですよね、はい、こうやって見てても、はい、もう田上なんかの敵じゃないというような風に見受けられますよね。今の後ろからのコブラ選手のなんかリズム感がないというかのろりとした感じでしたね。そうですね、こういう場合田上選手はどういう心境でドリーマー選手をやる場合どうなんでしょうね。もうこの場合はね、はい、全くもう余裕しゃくしゃくだと思うんですよね、はい、心配もないし、はい、もう始まってから十何日経ってますからね、はい、もうこのドリーマーという選手を見てますから、何にも心配事はないと思うんですね、このリングで。ああ、そういうことですね。まあ、馬場さん、田上選手、こういう形で大阪大会ビッグマッチに出たんですけども、今年は非常に、まあ、先期待されるというか、飛躍してほしいというものが私どもあるんですけど、馬場さんはいかがですか。はい、もう力的にね、その4強5強6強といいますか、はい、その日本人に川田三沢、はい、小橋、はい、ね、そのウィリアムス、はい、ハンセン、そこらにね全然もう引け取らないと思うんですね。そうですよ ね、ですからね、ただなんていうかやっぱり体が三沢や川田に比べると大きいですからね、その小回りは効かないですよね、はい、そういう点でね少し損するとこはありますけども、今年はこの頑張るというかチャンスはいっぱいある来るんじゃないかと思いますよね。日本人4強外人2強の中でただ一人参加に挑戦してないという、非常に何ていうか地味なとこがありましてね、はい、そういうのは小川さん、なんかきっかけさえあればというってことでしょうね。そうですね、俺がというね、特はまだこの田上にないんでね、それが出てくるとやっぱり怖い選手になると思いますよね。そうですよね、まず体がやっぱり一回り大きいというのは最大の武器ですからね。そうですね、こうやって田上の余裕というものがもう
そうですね、顔見なくても分かるようなね、はい、なんかある意味ではうるさいってみたいな形で配慮されてますねもう簡単に伸ばし今年一発で決まってしまうという、はい、パウエス選手の副賞というかドリーマー選手の今後の期待というものを見守るというそういう試合でした。そうですね、はい。